こんばんは、上場桜学校2020年3月26日本日より学校は春休み、学校は、まあ、正式な日程としても春休みに入っております。で、春休みバージョンのこの桜学校は、数学10分、理科10分、そして社会的なこと10分ということで、8時から9時の間に、10分休憩しながらやりたいと思います。それではまず前半数学をやります。本当に基礎的なことをやっていこうと思っております。それでは反転をさせて、はいはい、本日は数学の本当の基礎のところで分数の割り算って何っていうことを考えてみたいと思います。分数の割り算っていうのは多くの人がなんとなく疑問を持ちながら終わってしまっていると思うんですけど、それを改めて考えてみましょう。はい、でまず掛け算と割り算を、日本語で表記してみようということ、まあ日本語で表記するというか子供に分かるように説明してみましょう。これ2、まあ、日本語で表記していたら 2×3 とか、6÷2 という表現はできると思うんですが、この意味合いというのを例えば小学校 1,2 年生ぐらいに説明するとしたらどういうふうに説明しますか。 2×3 この記号の意味は何だろう、あるいは 6÷2 というのは何だろう、どう説明しますか、どうあるいはどう考えますか。それでは YouTube の人はここで止めてゆっくり考えていただいてください。それじゃあ次に進みたいと思います。はい、で実は掛け算割り算は実はまずは足し算と引き算に翻訳してみるといいと思うんですね。で足し算引き算は比較的小学校の早いうちに学びますので、足し算引き算という形で表現をすれば掛け算が小学校の低学年にも説明できるはずです。最初の頃の子にもね。でそうすると 2×3 っていうのはどう、足し算としてはどう表現できるか、6÷2 というのはどう表現できるか。はい、はい、これはどういうことかというと、 2×3 というのは2を3回足しますということですね。 2×3 でそうすると 2×3 は、まあ、2を3回足すので2と2と2が足されて6ということになりますということです。でこれはなんかボールで言うと3人が2個ずつ持ち寄ってくると、まあ、合計その場所に球が6個になりますというようなイメージですね。それでは 6÷2 イコール3というのはどういうことかというと、6から実は引き算なんですね。割り算というのは引き算で表現できます。6から2を3回引くことができますということなんですね。そうすると3回引いていくとなくなるということですね。つまり何かというと 6÷2 というのは6の中に2は3つあるという意味なんです。6という塊を2ずつに分けたらその2という塊はいくつありますかというのが割り算の意味なんです。でこれは先ほどのボールモデルというと足し算は3人が2個ずつを持ち寄ってくるわけですけど、割り算は3人が2個ずつを持ち去っていくんですね。3人というか2個ずつ持ち去っていくと3人が持ち帰ることができるという意味なんです。さてここで実はこういう割るという言葉で多分ほとんどの人がイメージするのはピザモデルなんですね。これ非常に分かりやすいから分かりやすいですね。丸いピザを6人で割ると、まあ、この6分の1になりますということは非常に、分かりやすいし、割るという本当にこう割るというイメージとぴったりですので、このモデルが非常にイメージが強くなっています。でそうすると実は最初の割り算のもともと引き算からの定義ですね、まあ、あるいは持ち帰りという発想で言って、元の全体のものからこの割る数を3回持ち帰ることができると、まあ、3回その中にあると、
6の中に2は3つあるという、こっちの意味合いのことをどうしても忘れがちなんですね。さて、それを踏まえた上で、実はちょっとぜひ春休みに宮崎駿監督のジブリの映画、いい映画が多いですので見ていただきたいんですね。で、大体大学生ぐらいに聞きますと、ラピュタは多くの人が見てるんだけど、他の作品結構見てない人もいますので、小中学生の人もこの機会に、見ていただければと思います。その中で、思い出ポロポロという映画があります。で、これはあまりネタバレしちゃよくないんですが、都会の、働いてる女性がある農村のところに農業体験に行くんですね。そしてだんだん農村が好きになっていくというような話です。まあ、ちょっと恋の話もあるんですけど、非常にいい話です。で、この思い出ポロポロの中に、この、女性が都会で働いてる女性なんですけど、小学校の時に分数の割り算が分かんなかったという思い出場面が出てくるんですね。で、まあ、こういう表現があります。小学校の時に分数の割り算を乗り切った人は調子のいい人生を歩むけど、そこに納得できなかった人は人生苦労するみたいな、まあ、ちょっと私の表現が正確じゃないですけど、そのような面白い会話がありまして、分数の割り算というのがテーマになっています。あと、もののけ姫というのは前にありました化学反応式の話が、まあ、化学反応式のヒントになる話が出てきますので、これまたいずれお話したいと思います。それでは、分数の割り算の意味はということで、ピザモデルだと4分の1で割るっていうことが分かりませんね。でも最初の割り算のもう一つのモデル、何々の中に4分の1は何個あるかという発想をすると、実はこの中学、まあ、小学校になると、小学校、割り算は逆数を掛け算すればいいというふうにやり方だけ学ぶんですね。3分の1、1割る4分の1は逆数の掛け算にして 1×4 にすればいいと。で、3分の1割る4分の1は、割り算を逆数の掛け算にしてこう計算すればいいということで、やり方だけ学んで、まあ、意味がよく分かってないということのままに進んでしまうことが多いんですが、ちょっと意味合いを考えてみましょう。こういうことです。 1の中に1割る4分の1というのは、1の中に4分の1がいくつあるかというふうに解釈できるんですね。で、1を4分の1ずつ持ち帰ったら何人持ち帰るか、これまさにピザモデルでも説明できるんですけど、1を4分の1持ち帰ったら4人が持ち帰れますね。ということで、実は分数の割り算はこう表現できる。で、ちょっと3分の1割る4分の1は若干、もうちょっと これほど単純な文字じゃないんですが、こういう面積のものがあったとしましょう。これ12マスの、正方形の面積ですね。で、これを基準として3分の1というのはこの、灰色のところですね。4マス分です。12の3分の1ですから4マス分です。で、その中に4分の1はいくつあるかというと、4分の1というのは3マス分ですね。1個あります。で、1個とこの4分の1の3分の1がありますので、3分の1の中に4分の1はこの1個と3分の1、つまり1と3分の1ですから3分の4あるんですね。ということで、割り算というのは割るというピザモデルのイメージだけじゃなくて、この発想、この中にこれはいくつあるかという発想、まあ、これからこれをいくつ引くことができる、引くとゼロになるかという発想で、捉えていただくと、分数の割り算という意味合いも分かってきますので、ぜひそう考えてくださいということで、春休みバージョンは10分ぐらいの短縮バージョンですので、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。5分後ぐらいに理科植物編をやります。